去年を思い出すよ。養父が馬と一緒に崖から飛び出した。顔色が悪いぞ。お前も飲んでたのか。ああ、またトラブルだ。邪魔してもいいか。ああ、どの道祈っても無駄だ。呪いで困っていると聞いたの。そうだ、あれが見えるか。棒に刺した馬の頭が。あれはニシング、呪いの一種だ。見たことがある。甘く見るな。最悪を引き起こせる死ですらもな。ああ、掘られた名前は長男のチャルブだ。熱を出して日ごとに弱っていく。明日の夜には埋葬する羽目になりそうだ。自力で呪いを解こうとしたが無理だった。助ける方法は二つある。一つはニシングを置いた者を説得し呪いを解かせる。もう一つは呪いをかけた者の名を棒に書いて呪いを跳ね返す。どちらにせよ誰の仕業かを知る必要がある。だが、わからない。こんなことをする者など思い当たらない。調べなければな。ニシング、強力な呪いだ。棒に名が彫られてる。ロサールの息子チャルブ。この後はまだ新しい。もう少し調べるか。これは何だ。女物のショール。独特な柄に独特な匂いだ。晴れてきた。おい、そこの、こっちに来て見ていきな。香りが多すぎる。匂いで追跡は無理か。ショールについて調べよう。遠くまで来たわね。はい、何のご用？このショールは誰のものか知ってるか？もちろん、薬草医のジョナよ。あそこの小屋に住んでる。見つけてくれてきっと喜ぶわ。ああ、大喜びだろうな。しばらくいるの？誰だ？ショールを見つけた。ロサールの家の近く、君が置いたニシングのそばでな。なぜわかったの？直感だ。認めてくれてよかった。チャルブが死にそうになっているぞ。それでいいわ。あいつは生まれるべきじゃなかったのよ。私がロサールの花嫁になるはずだったのに、あんなヒラメ女のために捨てられた当然の報いよ。嫉妬心から子供を殺すのか？本気か？嫉妬ではなく尊厳の問題よ。10年間一緒に暮らした。10年よ。料理をしてベッドも共にしたのに、一言も言わずに私を捨てたのよ。村の全員が笑ったわ。ジョナはバカだ、まんまと騙されたって。いいえ、騙されても忘れてもいないわ。呪いを解いてほしい。頼む。いいわ。でも条件がある。ロサールが息子と縁を切り私の元へ戻るの。伝えよう。だがお互いに答えは分かっているはずだ。やつには注意せれば。ウィッチャーだぞ。
ニシン号を置いた奴は分かったか。お前の古い友人ジョナだ。嫉妬深い女め、他人の幸せを妬むとは。で、彼女は呪いを解くと。ああ、お前は家族と絶縁し、彼女の元へ戻るだけでいい。なんだと？断る。妻と息子の名誉を奪い、貧困に追いやるのか。呪いを破ってくれ、ウィッチャー。彼女を殺してくれ。ジョナが死ぬべきだとは思わんな。じゃあ息子は死ぬべきか。いや、だがお前はその死を回避できる。分かった。チャルブが助かるならあの女の元へ戻ろう。だがもう二度とお前の面は見たくないね。巨人の噂は本当なんだな。ニシン号を置いた奴は分かったか。お前の古い友人ジョナだ。嫉妬深い女め、他人の幸せを妬むとは。で、彼女は呪いを解くと。ああ、お前は家族と絶縁し、彼女の元へ戻るだけでいい。なんだと？断る。妻と息子の名誉を奪い、貧困に追いやるのか。呪いを破ってくれ、ウィッチャー。彼女を殺してくれ。お前は罰を受けるべきだが、このやり方は卑劣だな。引き受けよう。神を感謝します。神を持ち出すな。これは人間同士の問題だ。巨人の噂は本当なんだな。ジョナ、速やかで苦痛のないように。それで成功したか。ああ、息子さんはすぐに回復する。そしてジョナは死ぬ。ありがとうウィッチャー。感謝してもしきれない。息子は一番大切な存在なんだ。もし死んでしまったら耐えられなかった。約束の報酬だ。出発の前に食事でも一緒にどうだ。いや、気が進まない。